can see it sudsed up. Soapy. I guarantee it's slick too on the fingers. Yeah. Slippery. Ugh, gross. こんにちは。密着記録へようこそ。2023年3月、ドイツに駐留していたアメリカ空軍のパイロットのロビーは、毎日飲んでいたコーヒーの味が突然変わったことに気づいた。最初は水質の問題を疑い、試験紙で調べたが、結果は正常だった。このことで、ロビーはさらに困惑し、不安を感じた。一体何が起きたのだろうか。ロビーは妻のメロディと子供と暮らしており、毎晩就寝前にコーヒーメーカーのタイマーをセットして、翌朝すぐに飲めるようにしていたが、通常は夜中に誰かがコーヒーメーカーに触れることはないはずだった。真相を確かめるため、ロビーは小型カメラを設置した。すると、予想外の光景が映し出された。驚いたことに、映像には妻のメロディがコーヒーメーカーに不明な液体を注ぐ姿が映っていた。メロディが去った後、ロビーはリビングへ向かった。Tonight's the night I caught her on video. So let's test this water. It's gonna be purple. Boom.水の pH は7で中性だが、コーヒーはさらに低く弱酸性の5である。しかし試験紙が紫色に変わったことから、水のアルカリ性が10を超えていることが判明した。ロビーは妻が何をコーヒーに加えたのか分からず、翌日妻が開けた引き出しを注意深く確認した。そこには様々な洗剤があり、妻がコーヒーに漂白剤を入れた可能性に気づいた。その行為は以降数日間ほぼ毎日続いていた。水に漂白剤が混入されると体に深刻な害が及ぶ。漂白剤には強い腐食性があり、飲み込まれると消化器官の損傷、吐き気、腹痛を引き起こし、場合によっては命に関わることもある。ロビーは疑いを抱いていたが、1ヶ月後にアメリカに戻る予定であったため、ドイツの警察に被害届を提出しなかった。妻が再び犯行に及ぶと考え、証拠を集めるために毎日コーヒーを飲んでいるふりをしていた。About 15 minutes ago, while I was at work, I noticed her come over to the coffee maker and she did something. So I've got my tester. I'm going to add the water to see.If there's chlorine and pH is off. Pretty certain it is because I saw the bleach bottle over here. I saw it being pulled out. That bottle was pulled out. Test the bar. You can smell it from here. I can smell it. Looks fine. Don't know if it'll actually do anything.It'll change it since I've already put it in, but let's give it a shot here. Okay. Let's see if it'll do anything. Look at that. Totally changed. Wow.And you can smell it. Like, I can literally smell this. Fix this here. Yeah, I can literally smell this. You can see it sudsed up. Soapy. I guarantee it's slick too on the fingers. Yeah, slippery. Ugh, gross.
6月28日、ロビーは指示に従ってアメリカに帰国し、家族と共にアリゾナ州ツーソンにある空軍基地の住宅に入居した。7月5日、カメラは再び妻の不審な行動を捉えた。翌日、彼はツーソン警察署に被害届を提出し、妻が保険金を得るために自分を殺害しようとしているかもしれないと指摘した。しかし、ロビーがツーソン警察に提供した映像からは、コーヒーに何が混入されたのかを特定することができなかったため、警察はこの事件の追加調査を行うことをしなかった。その後、ロビーはさらに手段を取って、キッチンやランドリールームなどに火災報知器型のカメラを設置した。しばらくして、ロビーはカメラを通じて、メロディがランドリールームから漂白剤を取り出し、それをコーヒーメーカーに注ぐ様子をはっきりと捉えた。最終的に、これらの新しい映像が決め手となり、警察はついに本格的な捜査を開始し、7月18日メロディーの身柄を拘束した。彼女は第1級殺人未遂、重大な身体障害を伴う過重暴行未遂、食品や飲料に有害物質を混入した容疑で起訴された。メロディは弁護士を雇い、殺人未遂の罪状を否認した。彼女がフィリピン系で、事件直前にフィリピンで不動産を購入していたことから、警察は彼女に高い逃亡リスクがあると判断し、保釈金を約3600万円に設定した。しかし、メロディは保釈金を用意できなかったため、公判まで釈放されることはなかった。2024年5月10日、ピマ郡の上級裁判所が判決を下した。Victim recommends probation and mental health treatment rather than punishment with more jail and or prison, which the court takes into account. Defendant appears rehabilitatable and amenable to probation. Given all that's before me, it would be the sentence of the court that she be placed on 3 years of probation, the terms to be concurrent with each other.メロディは最終的に食品や飲料に有害物質を混入した容疑を認め、3年の執行猶予とメンタルヘルスの検査や治療を義務付けられる軽い処分となった。司法取引により彼女に対する一級殺人未遂と過重暴行未遂の起訴は取り下げられた。夫婦は現在別居中であり、ロビーは離婚を検討している。裁判の初期から彼は妻が懲役刑を受けることを避けたいと考えていたようである。二人の間には子供もいるため、母親に殺人未遂の前科がつく影響を考慮すると、最善ではないが、ロビーの希望に沿った判決と言えるだろう。